ドジャースは28日日本時間29日、本拠地ロサンゼルスでのカージナルスとの開幕戦で投打が噛み合い、7対1で快勝。大谷翔平投手29は3打数2安打だった。スタンドからはネズバレロ代理人、マミコ夫人に加えて、愛犬のデコピンも姿を見せて声援を送っていた。水原一平元通訳が違法スポーツ賭博などに関与した疑いで解雇となり、これまでの6年間組んできたコンビは突如の解散となったが、現地では通訳を介さずに、選手とコミュニケーションを取る新たなスタイルを見せていた。グラスノーは素晴らしいピッチングだったな。なおどしないやん、これがドジャースか。エンゼルスに安打、3得点で惨敗、エンゼルスは31といきなり惨敗だけど、エンゼルスだからしゃあない。ラックス以外は打ちそうな雰囲気あるよな。昨年までの大谷と仲間たちチームと全然違って楽しいわ。大谷以外の MVP は、みんなホームラン打ったのか。ドジャースくらい強いと後半つまらなくなりそうだな。ポストシーズンの楽しみがあるで。ドジャース強すぎ。一平ちゃんいらなくて草。これはワールドシリーズ連覇あるわ。波乱なさすぎてみんな戸惑ってるよ。エンゼルスとは違うな。ベッツとフリーマンが優秀すぎるから大谷の存在感が霞むな。何もかも順調すぎて戸惑う。これがメジャーのチームなのか。大谷クラスがゴロゴロいるから大谷が目立たんな。エンゼルスでは嫌でも目立ってたのに。終盤無駄にドキドキしなくていいのが素晴らしい。ドジャースは何も起こらない。大谷が投げない代わりに吉信登板のドキドキが味わえるわけだ。今までエンゼルス見ていたせいかすごい違和感。なんか簡単に勝つと味気ないな。やっぱスリルは欲しいわな。